はトロフィー、まあ堂々の防衛チャンピオンチーム、一方渡辺そして南、まあ持ち上げは十分発揮したんですけれども、まあ、やはり最後は平成の必殺技、まああれを食らってはおしまいというデスバレーボムに封してしまったという今日の第5試合でありました。体の調子が悪い日、引退したいという申し入れがありました。これにつきましては後日、委員会を開いて決定いたします。小川さん、はいはい、今ちょっと耳元でですね、上田コミッショナーに南が引退をほのめかす発言ですか。そうですね、突然ですよね、はい、うん、ちょっとこれはね、一番の思い出って何？一番の思い出っていうか、やっぱり毎日試合して、いろんな選手と当たったり、あとたくさんの人と会えるっていうのが一番印象に残ってると思うんで、やっぱりファンの人に言ってみればすごいなんか、今現在で辞めてしまうのはすごい悪いなっていうのは。具体的に試合がそういうイメージ、試合はもうこれと言ってないんですけど、やっぱり全部大きい会場でやったのとか、いろんな選手に当てさせてもらったのとか、今別に一つは思い浮かばない、思い浮かばないです、いっぱいありすぎて、もちろん首以外もかなりこれはありあるね、というか、一昨年ぐらいに内臓がちょっと悪くて、で一応それは 太ったというか腸が悪かったんですけど、一応それは体重増やしてどうにかやったんですけど、やっぱりそれを治した時点からすごい他のところもなんか悪いっていうか、体にすごい疲れを感じるようになったっていうか、25、6にしたらそうかもしれないんですけど、まあ、ホッタなんか28で頑張ってるんですけど、やっぱ次の日まですごい、誰かが残るっていうんですか、それでもうこれ以上どん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 試合してても疲れが残ってしまって、なんかいい試合が見せられないなっていうのはありました。体重落ちたのはその頃、一度起こったのはその頃ですけど、また太って今は平均的に。最後に誰と当たりたいとかある？いや、そういうのは別にないですけど、多分ホッタじゃないかなと思うんですけど。今日はどういうつもりで試合に臨みましたか？いや、別にこれと言ってないんですけど、まあ、パートナーが鍋なんで、ここで取れれば、うん、なんか勝負は本当時の運なんで、勝つか負けるかその時になってみないと分かんないんですけど、やっぱり
4回目の挑戦なんで、ここでダッシュかけてやっぱり UWA のタッグっていうのは取りたいなと思ってましたけど、自分がやっぱりワルツライズってちょっとパートナーに悪いなっていう感じがしました。やっぱり寂しい涙ですね、っていうか、うん、やっぱみんな好きですから、他の選手も多分好きだと思うんですよ、やめてったら選手も。だからなんか体がしっかりしてればまだやりたかったなっていうのはありますね。だからやっぱ悲しい涙ですね。チャンピオン三田下田良選手、こちらの方に戻ってきてくれました。はい、おめでとうございました。いや、結構厳しい戦いだったんですね。そうですね、なんか防衛したんですけど、やっぱ前場の選手って強いですね今までずっと違う団体とベルトをかけて戦ってたから、なんか楽しみながら試合ができてたんですけど、うん、今日は苦しみながら試合をしたという。あ、なるほど。その辺はどうですか、下田選手。そうですね、うん、でもすごく本当に、なんかこんなこと言ったらいけないかもしれないけど、やりがいがあるなんて失礼かもしれない本当にやりがいがある選手と当たってこそ UWA の価値っていうのは上がると思うんで、うんうん、今日はすごい、うんうん、苦しかったけど、うん、実感があります。はい、じゃあこれでまたベルトの価値を高めて、ね、はい、これからの防衛戦に向かういい感じになりましたね。はい、はい、どうもおめでとうございました